それは関西電力と九州電力の電気料金の値上げにつきまして、ご報告したいと思います。で、先ほど、森消費者、担当大臣を訪問いたしまして、関西電力および九州電力の、料金値上げに係る対応方針について、合意をいたしました。協議の結果、合意した査定方針のポイントについてですね、ご報告をしたいと思います。詳細につきましては、後ほど事務方からまた説明をさせていただきたいと思います。森大臣の方からですね、査定方針案につきまして、消費者目線を踏まえたものとなっていると、こういうお話がありました。また、福利厚生費や競争入札比率についても、さらに改善をしていただいたと、評価をしていただきました。消費者庁との協議が整ったことを受けまして、消費者庁と共同で、物価問題に関する関係閣僚会議に付議することとなるわけでありますが、今週の金曜日に、この物価問題に関する関係閣僚会議を開催する方向で調整をしたいと思います。物価問題に関する関係閣僚会議を開催して、了承が得られれば、関西電力と九州電力に対して、申請内容を変更するよう指示を行い、指示通り修正が行われていることが確認できた段階で、認可をしたいと思います。以上を踏まえて、現時点での暫定値でありますが、査定方針についてご説明を申し上げます。燃料費でありますけれど、今回のですね、値上げ申請が火力燃料費の増大が背景になっていることを踏まえて、電力会社によります将来の効率化努力を先取りした LNG 調達価格とすることで、関西電力、九州電力、それぞれ約100億円程度の原価削減を行います。人件費でありますが、従業員1人当たりの年間給与や役員給与を削減することにより、関西電力では約110億円程度、九州電力では約80億円程度の原価削減を行います。また経営の効率化でありますが、資材調達等における経営効率化は、東京電力の例を勘案いたしまして、原則 10% のコスト削減を求め、子会社、関係会社取引やさらに一般管理費等を 10% 減額すること等によりまして、関西電力で260億円程度、九州電力は120億円程度の原価削減を行います。以上によりまして、最終的な数字の精査は必要でありますが、関西電力申請によります規制部門の値上げ幅、これが 11.883% でありましたが、約470億円程度の原価削減によりまして、9.7% 台半ばに、また、九州電力申請によります規制部門値上げ幅 8.51% は約300億円程度の原価削減によりまして 6.2% 台前半になる見通しであります。もう一度申し上げます。関西電力については 11.88% から 9.7% 台半ば、九州電力につきましては 8.51% から 6.2% 台前半になる予定であります。さらに規制部門の料金値上げの実施時期につきましては、消費者への十分な周知を図るため、5月の1日としたいと思います。私の方から言っております。幹事、テレビ朝日、よろしくお願いします。十分な削り込みができたかというところについて、改めてお伺いしますいかがでしょうか。そのように思っております。各社どうぞ。共同通信の井田らしですが、はい、今十分な削り込みができたというふうに思ってらっしゃるとご発言いただきましたけれども、その理由について大臣どう感じになっているか。
冒頭申し上げました燃料費、これにつきましてはですね、将来の効率化努力、これを先取りした LNG 調達価格、これを入れ込んでおります。さらにはトップランナー価格、これもですね、入れるということでありまして、LNG の調達価格につきましては、平成25年度、26年度についてトップランナー価格で、そして27年度については、天然ガス価格リンクを一部反映した原価折り込み価格等々にすることによりまして、関西電力、そして九州電力ともに100億円程度の原価の削減になっております。もともとですね、審査専門委員会の査定方針案、委員長の方からですね、人件費と、その時点で算定可能な削減額としてですね、関西電力で約200億円程度、九州電力で約100億円程度、ご報告があったところであります。その後、審査専門委員会の委員とも相談しつつ、審査専門委員会のですね、査定方針案に従いまして、今申し上げた LNG の調達価格、さらには資材調達の効率化が、これを精査したこと、さらには消費者庁との協議を踏まえて、構成費を引き下げたこと等によりまして、最終的には関西電力200億円から470億円、九州電力100億円から約300億円程度、削減が決まったわけでありまして、そんなことを総合的に考えて、十分なですね、振り込みができたのではないかと。すみません、日経新聞の平野です。今回新たに燃料費の部分で、新たなスキームというものを入れたんですけれども、これから進行のある、もしくはもうでも申請があって査定が始まっている料金審査でも適用していく。基本的にはですね、各社によりまして若干状況というのは違ってくることがあると思いますが、このトップランナー価格およびですね、将来の天然ガス価格リンクを反映する、こういった方式をですね、入れ込んでいきたいと思います。関係ないです。かなり切り込んだところですけれども、電力会社サイドの方からはやはり、かなり厳しい時間の声が出ております。また、関電給電以外でも、今後この基準ですと、かなり厳しくなるという話も聞こえてきますけれども、どう考えていらっしゃいますか。今ですね、日本経済全体にとりまして、電力を安定的に供給する、そして同時にですね、できるだけ、安いコストで供給をする、極めて重要な問題だと、そんなふうに思っております。電力会社にとっても、安定供給を確保する、そこの中で最大限のコスト削減を、これからも続けてほしいと思っておりますし、しかし、こういった状況ですから、値上げを認めざるを得ない、これがですね、できるだけ企業活動であったりとか、家計の負担にならないように、こういった形で、今回の査定を行わせていただきました。事実質問題、2点ありまして、1つは、企業向けの料金ですね、こちらの方の料金を教えていただきたいと思います。まずは、重化部門につきましてもですね、最終的な数字、この査定、精査必要でありますけれど、関西電力の値上げ幅につきましては、先ほど申し上げた規制料金が 9.7% ポイント台半ばに対して、重化料金については 17.2% 台半ば、そして九州電力の場合の値上げ幅は、規制料金が 6.2% 台前半に対して、重化料金の方は、11.9% 台半ばと、なると考えています。当然、重化部門と規制部門は違ってくるわけでありますが、査定の結果ですね、人件費であったりとか、修繕費等の、固定費の削減、これは大きな割合を占めるわけでありまして、
規制料金の方はですね、配電網を利用するなどですね、原価に占める、固定費の割合、これは当然、自由化部門と比べて大きくなるために、圧縮は幅で言いますと、規制部門の方が大きくなる。もともとの、値上げ申請もそういうふうになっていると思います。あと一点、その今回大体ほぼ4ヶ月、若干超えるぐらいの期間がかかったわけですけど、今後審査のやり方、今その経産省と消費者庁に分かれてやってる部分も含めて、このままでいくのか、それとも若干見直すことに考えるのか、プロセス上改善の必要があればそうしていきたいと思いますけれど、これは電力会社の経営にとってもですね、極めて重要な問題であります。一方、この料金というのが、企業活動、そして家計にも大きな影響を与えるということでですね、ある程度の時間をかけて、しっかりした審査を行っていく必要がある、こんなふうに考えています。ありがとうございます。新しい燃料費 の査定方針について今後も生かしていきたいというお話だったんですけれども、これから電気料金再値上げの場合は燃料費に関のみを対象にして、今朝方簡素化された手続きが準備されていると思うんですけれども、これにあたってもこうした今回の査定方針に近い考え方を適用していくお考えはありますか。再値上げが必要かどうかにつきましては、電力会社が判断することでありますので、コメントは差し控えたいと思っておりますが、いずれにしても電力各社に対してはですね、今後とも普段のコスト削減努力を続けてもらいたい、燃料費に含めてそうしていただきたいと思っております。はい、新聞の丸山です。消費者との その協議の中で大臣として重視した場所の部分はどういったところでしょうか。先ほども若干申し上げましたがですね、一つがやはりその福利厚生の話であります。でそれからもう一つが、競争入札比率を上げる、いう話でありまして、専門委員会における、査定方針案でですね、この、健康保険料、この負担割合ですけれど 55% が、妥当と、そういうふうにされておりましたが、消費者庁の意見を踏まえてですね、事業主負担割合、50% を目指して、原価算定期間、これが平成25年度から27年度でありますが、そのうちにですね、55% から年々引き下げて、27年度末には53% 台とするということにさせていただきました。それから、持ち株奨励金につきましても、消費者庁の意見を踏まえて、電気料金の値上げを行う状況下における、費用の優先度を考慮してですね、減価算入を認めないということにさせていただきました。